次来た時は我が作った経過史を味わわせてやろう。ふん、この薬浴の香りは悪くないぞ。気に入った。どうだ、このかぐわしいカツラの香りから染み出る美を感じられたか。我にとって美は永遠に追求するものだ。一つ知ってほしいことがある。我は月下戦士であって谷氏娘ではない。これは外界から我の美貌に対する返礼だ。邪魔者はこのまま全部きれいに消えればいい。やれやれ、我の美貌のせいで敵の士気が逆に高まってしまったか。君、鏡を持ってきてくれ。華麗な反撃を楽しんでもらうために必要だ。ふん、我の美貌に酔いしれるがいい。ふん、凡人風情が仙人を直視する資格はない。命令するなら、我がいるにふさわしいチームなら自ら同行する。我が交換級の主だ。いつか空想も我のおかげで美の楽土になる。おや、君来たのか。あまり騒がしくしないようにな。眩しいだろう。おい、なんで朝日を見ている。輝いているのは我の美貌だ。あの月にある綺麗な点が見えたか。あれは我の神球だ。この香りは我の匂いと似ている。うむ、とても気に入った。君、よーく見るといい。この凡品を本気でこれを我に貢ぐのか、ジョーが。我の美貌はその程度か。腰、クジャク盗難碑の一文にある指は草根を削るがごとくって、もしや我の手のことか。君は凡人だというのに本当に無礼者だな。明鏡、湖、そして君たちの瞳、我の要望を映し出すもの、すべて好むぞ。空想を本当の戦況に変えたらどうだ。安心するがいい。美が理解できぬ者には我の美しさを感じさせれば解決だ。悪くないぞ。少しは上達したようだな。我が与えた全力の援助があれば、君が成長する良き薬となるだろう。